C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。埼玉県川越市ヘアメイク C の方面代表をしております、篠崎と言います。よろしくお願いします。ちょっとね、過激なサムネイルを見てですね、この動画を開けていただいている方が多いのではないかなと思うのですが、ちょっとね、本題に入る前に、僕ね、バイクが趣味なんですよ。でバイクの YouTube の動画とかを見てるとですね、新しいバイク買いましたっていうのが結構出てるんですね。でそれがバイク納車しましたとか納車されましたみたいなね、そういうタイトルなんですよ。でそれに対して納車警察っていうのがいて、納車っていうのはあなたが使う言葉ではないですよ、業者が使う言葉です。納車しましたじゃなくて納車されましたですとか、なんかその納車警察っていうのがいるんですよ。で、ね、今回僕が話すこともですね、その納車警察じゃないんですけど、もう超めんどくさいことなんですよ。なんでサムネイルを見て、うわこいつめんどくせえとか、それからなんかコメントでなんか書いてやろうとか、そういうふうに思ってる方はここで動画を消してください。で、僕別にこう YouTube、 一応ねこの YouTube は、まあ、2000人ぐらいですけども登録者数がいて、ちょっと収益もあるのですけれど、別にねその収益が欲しいとかそういう考えも全くないし、編集も別に何もしてない、携帯でピピュってやったぐらいの僕のカット動画をただ載っけてるだけのチャンネルなんで、別にこのチャンネルをどうにかしようとか何しようとかっていう気持ちも全くなくて、ただ埼玉県川越市という土地でですね、美容室で YouTube をやってる人がいないので、なので YouTube でたまにですね、 YouTube 見ましたみたいなことを言ってですね、来てくれてる人がいるんですよ。ありがたいなって思いながらですね、 YouTube を更新してるっていうだけなので、 YouTube で何をしようとかそういうのはあんま考えてないんで、ちょっと言いたいことを言おうかなというふうに思ってます。それでですね、サムネイルにあったと思うんですけども、この言葉です。俺の客、それから誰々さんのお客さん、何々さんのお客さんみたいな、そういう言葉ですね。これって何なんですか何なんですか。誰が言い始めたか分かんないですけど、僕も言わないです。僕も美容師歴30年以上になるんですけども、僕が独立してから僕のインスタとか、それから、まあ、YouTube もそうですし、そういうのを見てきてくれた方は、僕が自己集客してでお店に来ていただいているお客様なので、俺の客って言ってもいいかなと思うんですけども、言わないです。そしてうちのスタッフがもしそういうことを言った場合には、いや違うよそれはって言います。言ってほしくないからですね。じゃあなんで言ってほしくないかっていうのはですね、僕オーナーの立場なんで、オーナーの立場だからそういうふうに思うっていうことも多少あるんですけども、それ置いといて2つ理由があります。1つは結構オーナーの立場っていうのもあるかもしれない。1つはお客様の立場ですね。じゃあそのまずお客様の立場で言ってほしくないっていうことをお伝えするとですね、もし自分がその美容室の顧客だった場合、とある方をですね指名していてた場合に、自分のことを俺の客がって言われたいですか気持ちいいです、言われて。俺の客がさって言われて気持ちいいですか。私のお客さんがさとか言われてたとしたら、自分が客として、いや絶対嫌ですよね。俺の客がさ、いや最低な言葉だなと思うんですけど、自分が言われて嬉しくないのに自分が言っている、おかしくないですか。
いつから始まったのかね、このシステムね、俺の客とかっていう。で、まずそれはお客様の立場に立ったところなので、まあ、言われたくないと思うから言ってほしくない。まずこれ1個目ですね。で、2つ目は、まあ、これはオーナーの立場とかいうところもかなりあると思いますけども、それ本当にあなたのお客さんですか？都内のね、一部のサロンとかいうところ、それからですね、地方でもインスタ集客とかに成功してる方、まあ、うちのスタッフでもインスタ集客を結構成功していて、自分がホットペッパーを更新してるわけじゃない、ホットペッパーから来た人ってホットペッパー更新した人のお客さんじゃない？で、あの会社でやってるホットペッパーでも、その中のスタイル写真とかブログとかを見てきてくれるわけだから、それを見た人が、その人が集客したってことになるけど、でも会社としてやってるから、まあ会社が集客したってことになるじゃないですか。だから会社で集客した人はあなたのお客さんじゃないですよね。で、自己集客したお客さんだとしても、インスタとかいろんなのでね、自己集客したお客様だとしても、美容室で働いてるんだから、その美容室でお迎えするわけですから、あなたがあなたの美容室でお迎えするわけじゃないから、あなたのお客さんじゃないんですよ。あなたが集客したかもしれないけど、それはその美容室で担当してる人なんですよね。これ分かりますか？最近ね、コンビニとかでなんかおでんツンツンして炎上したりとかしたじゃないですか。するとそのコンビニが悪くなっちゃうんですよね。だけど悪いのは本当はそのツンツンしたバイトじゃないですか。だけどそのツンツンしたバイトが悪いんだけども、そのコンビニのせいになっちゃうんですよ。ってことは、あなたが個人で自己集客した人が美容室に来てくれたら、それはですね、あなたが集客したんだけれども、美容室で担当してる人なんです。だから俺の客じゃないんですよ。仮に言えるとしたら、一人で美容室なり床屋さんなりをやっていて、インスタとかでその人が作ったスタイルを見て来てくれて、でその人が全部担当して、その人のブランドのお店の中で、でリピートしているっていう人は自分の客だと思いますね。ただ俺の客とか自分の客とかいう表現が、まあ、最初に言ったようにお客さんにとって非常に失礼なので、僕はですねこういうふうに言ってほしいんですよ。自分の担当がっていうふうに言ってほしいです。自分の担当がですねって言ってほしいんですね。これって僕ね、オーナー、これ若い人が結構見てるチャンネルなんで、オーナーさんがどのくらい見てるか分かんないですけど、オーナーさんの教育がよろしくないと思います。そういうふうに言っちゃダメだよって。だってダメでしょ、俺の客って、俺の客とか何々さんの客とかって、そんな表現ダメですよ。客じゃないでしょ、まず。だからオーナーが悪いと思う。これをもし見てるオーナーがいて、あ、うちのスタッフも言ってるし、俺も言ってんな、俺の客って、って言うんだったら、非常にお客様にリスペクトがないし、非常に良くない言葉を自分も使ってるし、スタッフも使っても何とも感じてない非常識なオーナーだと思いますね。こういうのをね、普通にしてほしくないです。自分の担当が、何々さんの担当のお客様がっていう表現をするべきだと思うし、特に指導する立場の人は、そういう言葉を言ってる人がいたら、やっぱり注意するべきだと思います。新卒で来て育ってった子も、まあ僕だったら篠崎さんの客がとかって言うんですよ。だからおかしいよって言うし、スタイリストになってる子が他のお店から来ても、
塩出しさんの客がって言うんで、どこの店でも当たり前のように言ってることだと思うし、そういうのを聞いて新卒の子も言ってしまうわけじゃないですか。だからどこからか変な流れがあると思うんですよね。お客様より自分の方が上だみたいな。だってこれの表現って、俺の客があって自分の方が完全にお客さんより上に立ってる表現じゃないですか。なのでね、まあ、ちょっと話戻りますけど、指導する立場の方、オーナーの方、俺の客が、私の客が、ナイナイさんの客が、店長の客がって言ったら、いやそれは違うよ、店長の担当のお客様がだよ、店長の担当がだよ、ナイナイさんの担当がだよって、ちゃんと指導するべきだと思います。俺の客が、いや最低だと思いますね、この言葉。はい、ということでね、ちょっと暗い車内からちょっと緊急で動画を撮ったんでこんな感じになってますけども、もしねそういう言葉を使ってる人がいたら、ちょっと改めて欲しいなというふうに思います。それではですね、今日はこの辺で失礼します。さよなら。